滝廉太郎の工場の月の元になった富山城、その目の前にある富山国際会議場で2013年6月27日日本左官業協同組合連合会青年部定期総会富山大会がにぎにぎしく開催されました。日本化成では日サ連青年部の大会趣旨に賛同し、この日はロビーにブースを設けました。弊社の製品をご紹介するとともに、現場の方々からのご要望等を受けたまわり、今後の製品開発の参考にしたいと考えました。会場には全国から左官職人が集まり、情報交換をしたり、日頃の問題点について話し合われました。休憩中、弊社のブースには大勢のお客様が訪れていただき、弊社へのご要望をたくさん賜りました。今後の製品開発、サービスに役立ててまいります。トップオブザメーカーになってほしいですね。カリスマ職人、左官を語る、土、左官、創造です。それでは、久住直樹様、どうぞよろしくお願いいたします。大会後半は、カリスマ左官職人、久住直樹氏の講演。参加者の皆様方も熱心に左官仕事にかける久住氏のお話に耳を傾けていらっしゃいました。最後は富山の伝統芸能を堪能する懇親会。明日の左官業を担う日サ連青年部が一致団結を誓い乾杯。素晴らしい大会が幕を閉じました。日本化成はこれからも全国の職人を応援してまいります。